ガラス鉢製のバードバスで水浴びする真似しツぐミバードバスは鳥が水を飲んだり浴びたり体を冷やしたりできるようにした水を溜めた鉢で作った人工的な水たまりである。バードバスは庭のオーナメント小さなリフレクティングプール野外彫刻等にもなりうる。バードバスは特に夏季や寒季には庭を訪れる様々な種類の鳥を引き寄せる。 一年中安定的に水を供給する。バードバスは小さな生態系を作る手助けをする。バードバスは台や柱の上に鉢を置いたり、早木に吊るしたり、岩を掘ったりして作る。バードバスに必要なものは徐々に深くなる浅い鉢、猫のストーキングを最小限にするための開けた環境、清潔で新しく補充される水、汚染や蚊を避けるための清掃である。 庭に来る鳥は体を水に沈めることはせず、羽を使って背中に水をかけるだけなので、中央部分に2インチ程度の水が溜まっていれば十分である。水が深かったり、鉢が広かったりするときには、中に島を設けると良い、猫を乗ける効果もある。また、鉢を置く、台の高さを高くするしたり、隠れる場所をなくすため周りに何も置かないことも、捕食者から守るために有効である。 バードフィーダーを併設することにより、鳥はより長く滞在し、戻ってくる確率も上がる。初期のバードバスは、単なる地面のくぼみであった。最初の専用のバードバスは、イギリスのガーデンデザイン会社、エイブラム・プルーマンサンズが1830年代に開発した。子供動物園内のバードバスに飾られる、貧コのバードバス伝統的なバードバスは、コンクリートか テラコッタ製の鉢と台からなる。鉢には台と接続するための刻み目がある。台は1メートルほどの高さである。鉢と台はどちらもレリーフで装飾されることもある。鉢は単純な形のもののほか、貝殻や岩場の泉を模した形のものもある。もっとも鳥自体はパイザラでも仕立たる。水の水たまりであっても、美学には関心がないように見える。 浅いコンクリート製のバードバスガラスや、同等の金属、プラスチック、モザイクタイル、大理石や、その他の野外で使える材料で作ることもできる。自然を模した庭では、岩や石であれば出しゃばらない。循環ポンプやフィルタ、浮き栓を設置する、バードバスもある。循環ポンプの動力として、水面または、水中の太陽電池を設置する場合もある。鳥は、 水が走る光景や音に引き付けられる。メディアを再生する浅いコンクリート製のバードバスで、水浴びする家祖詰設計段階で考慮するべき、バードバスの重要な要素の一つは、止まり木の位置である。鳥が溺れるリスクを避けるために、十分浅くしなければならない。ほとんどの種に対しては、2インチで十分である。蜂がこれより深い場合は、石や砂利等を中央に置き、 鳥が止まれる場所を作ることがある。バードバスの中に物を置く際は、鳥の爪で保持しやすくなるような質感にするべきである。飼い猫やその他の捕食者から守るため、鳥が周囲を見渡せ、付近に捕食者の隠れ場所がないところにバードバスを設置するべきである。羽が濡れている時にはうまく飛べないため、危険を察知してから逃げるまでの十分な時間が稼げるように、 周囲にフィートには何も置かない方が良い。このため、バードバスは習慣的に鳥がすぐに飛び移れるような大きな木の枝の下で芝生の真ん中に設置される。捕食者が近づいてくるのを確認する際に鳥はバードバスの円から見ることになる。そのため、バードバスの直径は小さい方が望ましい。捕食者を隠さないようにバードバスの下に植える植物は 背の低いもののみにするべきである。蜂が深い場合は、中に入るのを怖がり、縁に止まって水を飲むだけの鳥もいる。未使用の植木鉢や蓋の開いた空き缶等を意図しない危険を作るべきではない。これらに雨水が溜まると溺れる危険がある。両目種のできない鳥は、水の深さの予測が苦手であり、水の深さを推測できないときは困惑する。 バードバスの園に向かって、棒や平らない石を斜面上に立てかけ、徐々に水に入れるようにするで、鳥の恐怖を和らげることができる。カナダガン等の大型の鳥も水浴びをする。カニカブの畑の大きな農業用スプリンクラーの周りによく集まっている。特に湿地のない都市部や郊外部で、渡り鳥にこのような場所を提供することで、しばしばこの地域を訪れるようになる。 湿地が減少する状況では、このような取り組みは重要な保存活動になる。バードバスは定期的なメンテナンスが必要である。掃除には、様々な手法や、少量の漂白剤やオレガノ、またはオリーブ油、市販の無毒の洗剤を含む、様々な道具が用いられる。毎日の手入れとしては簡単な掃除と水の入れ替えで、良いものもあるが、素材による。ふん、ーフラ、 草類、金等で汚染された水を鳥が飲むと健康被害に繋がるため毎日の手入れと新鮮な水は重要である。コンクリート製のバードガスは苔が生えやすいため時々たわしでする必要がある。一方、プラスチックや樹脂製のものは排水してタオルで拭き取り水を入れ替えればよい。メンテナンス不良で最も深刻な危機は蚊やボウフラの繁殖である。 防フラの成長サイクルは7から10日間のため、毎週1回は水を取り替える必要がある。または、蚊が卵を産むのに必要な静止した水面を作らないように、通気装置を用いる手段もある。また、蚊には有害だが人や野生生物には、無害なバチルスチューリンゲンシスイスライレンシスを含む、市販品を用いることで、蚊の発生を抑制することができる。バードバスは、 しばしば庭全体の設計プランの中央に配置される。家や学校、会社の窓から見える場所で、鳥の安全に留意した小さなパティをデッキ、テラスに置かれることもある。庭が狭い時や庭がないビルの場合には、バルコニーやデッキに置かれることが多い。ありがとうございます。